稲垣光隆は、日本の財務官僚。財務省関税局長、国税庁長官、商工組合中央金庫代表取締役、副社長、金融情報システムセンター理事長等を歴任。三重県生まれ。1976年3月愛知、県立旭川岡高等学校卒業。1979年旧司法試験合格。 1980年東京大学法学部第一類卒業、大倉省にトップで入省。大臣官房文書課に配属される。1983年7月、主計局総務課企画係長。1985年7月白川税務所長。1986年7月日本、開発銀行人事部所属副調査役。 1988年7月大倉省国際、金融局為替資金課長補佐。その後は主査、大倉省主計局付、在アメリカ合衆国大使館参事官、財務省主税局調査課長、財務省主税局税制第三課長などを経て、2003年7月財務省、主計局主計官。2004年7月2日財務省主計局、主計官兼主計官。 2004年8月6日財務省主計局主計官2006年7月28日財務省主計局総務課長2008年東海財務局長2009年財務省主計局次長2010年7月財務省主計局次長2011年財務省会計センター所長兼財務総合政策研究所長 2012年8月17日財務省、関税局長。2013年4月国税庁長官。2014年三井住友、信託銀行株式会社顧問。2015年 TMI 総合法律事務所顧問。2016年株式、会社商工組合中央金庫代表取締役、副社長。2018年、岩田五同法律事務所特別顧問。 東京会場、日動火災保険株式会社顧問。2019年、公益財団法人金融情報システムセンター理事、長、弁護士登録、ありがとうございます。